の高木です。定期的にやっている画像を見る系のシリーズなんですけども、本日は恒例企画、意味がわかると怖い話です。一見何の変哲もない普通の画像に見えるんですけど、よくよく見たら、何これみたいな。うわってびっくりするような画像です。毎回一人でやってるんですけど、マジでビビるんすよ。あ、今は雪がおるから大丈夫か。なんか最初にやった頃とか、ゆきちゃんも飼ってなかった頃だから、一人だってマジでね、一回怖すぎて止めたの動画。ってぐらい僕結構この企画嫌なんですけど、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よいしょ。すぐ戸惑ってるよ。ゆき。おいで。うわー、来たー。ゆきちゃんのサービスショット、たまちゃんのサービスショット、わお。改めまして、ラトラトゥ神様のエトリヒレズメロックオリコンデイリー5位、ありがとうございます。これからもマイクと共に精進していきたいと思います。次は目指せ1位。女装してたからさ、神様の言うとおりの MV では、そろそろね、女装の企画やってほしいっていう声もあるんで、まあネタとかでなんかできたらなと思います。それでは早速始めていきましょう。この動画を撮ってる時はちょっと周りのカメラマンとかも出て行ってもらうんで。一人でいいんですか？それでは1枚目。マジ嫌ねな毎回。せーの。これはわかる。これ何かがおかしいでって書いてるけど、これはすごい柔らかい人かな、手が意外にできそう。あ、これすごいすごいすごい、ほら。これはもう一発でわかりましたね。じゃあ続いて2枚目いきましょう。せーの。何これ。どういうこと？あ、そういうことか。両方こっち見てるってこと？二人ともこっち見てる。じゃあ続いていきましょう。せーの。何これ、男の子が、うん、くそ、びっくりした。一瞬ちょっと横の子も顔くらいじゃないですか。この子がなんか後ろから顔覗かしてるのが怖いんかなと思って、でもなんか別に普通な顔やんと思ったらさ、右下、何これ、怖い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 、人形みたいな。右上の方に、なにこれ、ラファエルさんみたいなのあるんだけど、何これ、あ、これ何、何やったっけ、イットってやつ、あれ見たことないねんけど、なんか前のなんか怖い系の画像見た時にこいつおったな。何これ、うん、何これ、恐竜みたいなもんねんけど、え、これのこと、ティラノサウルスみたいな、これ目の錯覚とかちゃうよな、完全にそういう風に見えんねんけど、これ確かになんか巨大な生物って怖いよね。海の中の巨大生物のなんか画像とか見た時に何とも言えへん、なんかもう恐怖を感じる。じゃあ続きましていきましょう。せーの。世界一怖いマンションって書いてるんだけど、どういうこと、え、どれどれどれや、どれや、これのこの時間が一番怖い。あ、おった、びっくりした、これこれやんな、めっちゃこっち見てる、めっちゃ目光ってるやん、野良猫ばりに目光ってる。スーマのサイトで紹介されていた不気味な物件、やばくね、これやばくね、女の人が写ってるってことやんな。紹介されていた物件のお部屋の内装の写真の1枚が入ってたらしい。え、こういうリアルなのめっちゃ怖いねんけど。え、なにこれ、なんだ、あー、2004年の写真ですね。ってことはもう何年前、2004年って何年前や、15年前かも。せーの。これ一発でわかるな。こんな、もっとなんか怖い表情とかってわかるけどね、鏡の向こうの相手がもっとなんかこんな顔してたらわかるけど、なんか続きまして最後いきましょう。せーの。隙間からって書いてる、隙間から、ビビったー、おる、これなんとも言えん表情、これ、これ多分そうやんな、こんな顔して見てるやつやんな、へえ、怖え、
こんな汗かいてきた。はい、というわけで以上が意味がわかると怖い画像集でした。この企画やるたびもう毎回神経すりへんねんな。皆さんはたき焼きが気づく前にいくつわかりましたか？パッと見は普通に見せかけてさ、よう見たらっていうの本当にね、びっくりするよね。まあ分かってんねんけどね、何かがあるっていうのは。まあ夏の終わりということで、この10月になろうとしてるんでね、僕の中での夏の最後のホラー企画でした。ちなみに僕の中で意味がわかると怖い話なんですけども、それがこちらです。これなんで怖いかわかるかな。たまちゃんとカメラマン呼んでこよう。もういいよ、ちょっと来て。これ意味がわかると怖いんだけど、なんでわかる？カルピスチューハイ1杯しか飲んでないのに顔真っ赤。ちげえわ。違う、おぉー、ただ単に違う、あーじゃねえよ。ただ単に俺が酒弱いだけ言うんだよ。いけんね、しかも俺今カルピスチューハイだったら3杯だけど、これ金髪やろ。この数週間後に髪の毛が傷みすぎて前髪がちげえていきます。そしてこの髪型になります。やばー。それは意味がわかると怖い。